エンジェル・サントス・エチェバリアは、アメリカ合衆国コネチカット州、フェアフィールド郡ブリッジポート出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1992年の MLB ドラフト17巡目、コロラドロッキーズから指名され、プロ入り。1994年8月から1995年4月に、かけて MLB 史上最長のストライキが実施された影響で、 1995年のスプリングトレーニングにはオーナー側の命令で代替選手として参加。そのため、スト破りを行った報復措置としてメジャー昇格後も選手会への加入を認められなかった。1996年7月15日にメジャーデビュー。以後、2000年にミルウォーキーブルワーズ、2002年にシカゴカブスと渡り歩く。2003年、 それまでチームの中軸打者であったシャーマンをバンドに変わる選手として日本ハムファイターズに入団。同年のオープン戦では193センチメートルの身長に対して足が長いために構えた時の重心が高く低めに集める日本の変化球に対応できず振り回されていた。シーズン途中で故障離脱もあり得点圏打率245とチャンスに やや弱いのがネックとなったものの、徐々に日本の野球に対応していき、打率275、31本塁が84打点の高成績を記録して、翌年の残留を勝ち取った。2004年は開幕戦で4番として出場。しかし、1月中旬にリーティ・クローマーに代わる、スケットとして加入したフェルナンド・セキノールの大活躍に、加え、シーズン途中に、 小坂道が復帰。エチェバリアを含めた、この3人と、高橋真司、小笠原道博らと強力打線を形成したことも、あったが、後半戦からは、スタメン出場の機会が減少。しかし、小坂道と2人揃って、スタメンから外れるときは、田中幸を島田一輝らと、恐怖の右大打大砲カルテットを形成し、対左投手にとって、脅威の存在となった。 公式戦最終戦ではチームのプレイオフ進出を決定づける本類打を放ったものの結局は打撃面全般で前年の成績を下回りこの年限りで対談となったエンジェルという名前から登録名をエンジェルにする案もあったがさすがに本人が辞退オフのファン感謝祭では天使の格好をしたこともあるまた応援歌のメロディは マット・ウィンタースの流用だが、歌詞には、前降りた天使という節がある。見た目は怖表だが性格は温厚で、とある試合でデッドボールを受けベンチに下がった際には、あまりの痛さに泣いてしまっていたと当時、チームメイトであった森本清明が後に語っている。2005年は、カブスとマイナー契約を結んだが、5月に退団。その後、メキシカンリーグでプレーをし、2006年は、 独立リーグアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュでプレーをした。2020年2月7日、ウイルス性腸炎で体調不良だった最中、自宅で転倒して頭部を打ち、ブリッジポートの病院に緊急搬送されたが死亡が確認された。死因は不明。48歳だった。ありがとうございます。